先日、スマブラ SP では公式オンライン大会の一つである、3周年記念オンラインチャレンジが開催されました。これはその大会結果を見てた時のお話。結局やろうともせずにオンチャレ終わっちゃってたわ。わぁ、一度はお名前聞いたことあるような怪物ばっかりじゃないの。いや普通にプロスマブラーも参加してるんだけど、どんだけレベル高い大会なのよ。そうじゃなくてもメイトでレート2000超えしてる人とかもゴロゴロいるし、こんな怪物しかいない大会だったのね。いくら100位まで名前が載るって言っても私には無理。あれ？皆さんおいっす、マリサだぜ。やっぱろう、霊夢よ。今回の質問はこれだ。ああ、ミスター、ミスって SP 発売3周年記念のオンチャレ大会で私が55位に入った写真を持ってきてしまった。結構調子良かったし勝率かなりあったからワンチャンあるかなって思ったら55位に入賞してた私の結果が、いやでもレート2000と当たってもなんとかくらいついて倒せてたのがでかいんだろうな。見てわかる通りマリサのテンションがすごいことになっています。ちょっとふざけちまったがこれマジでガチだからね。ウプ主に頼んでコラ画像にしてるとかじゃないからね。そんなことしないよ。うちのウプ主にそんな加工技術ないわよ。それもそれで失礼だな。というわけでなんとマリサがオンチャレで結果を残しちゃいましたというお話でした。確かに嬉しいのは嬉しいんだけど、初戦は1先だから本当に実力が発揮されたのかと言われるとそうは言い切れない部分はあるけどな。1試合くらいなら実力差ある相手にだってリターンでかいタク迫って運よく倒せたりするからな。すごい成績残してるのによくそこまでストイックでいられるわね。でも防御が下手だったり安定しない立ち回りだったら当然勝ち続けるなんてできないから、その辺の練習の成果がこの結果として出たと思うと自分の成長を実感できてシンプルに嬉しいわな。数字で分からせるとかは正直好きじゃないけど、この結果で、あ、こいつそこそこスマブラ上手いじゃんって思ってもらえると嬉しいな。大丈夫。数字なんてなくてもあんたは立派に化け物よ。というわけで初戦の相手はシュルクだな。話してる間に上強でバーストさせてた上にもう1スト以上差がついてるわね。ここまで来れば一発当てればバーストいけんじゃねえかな。空母を置いてたらその位置に入ってくれたわね。パレット開いてたから無敵でいなすつもりだったのかもしれんな。ただこっちも危なそうよ。敵になったシュルクには付き合わないように。はっはっは、当てられるもんなら当ててみな。空中攻撃を最低空で当てるのって結構難しいからね。っていうか DA だったら普通にバーストしてたんじゃ。とりあえず助かったし儲け儲け。あ、ジャンプしてこないんだな。ここ。そしたらここ。さすがに早くて横スマは無理ね。それならこっちだ。いや空前の方が無理でしょ。これがキャラ理解です。それじゃあ2戦目いくぜ。お相手はカズヤね。噛み合いまくってあれこれぐちゃぐちゃにされなければいける。っていうか逆に言うと何しても負けるときは負ける相手だな。技が全部バカみたいな性能してるからね。その分扱いははちゃめちゃに難しいけど、ガチ対戦とかじゃなくて単に遊んでるだけだったらかなり楽しいキャラってイメージあるわ。最風クエヌは台あってなんとか避けられたって感じ。ソフトタッチなのにえらい強いメテオだな。メテオの音も鳴ってなかったから気がつくのがちょっと遅れてたわね。悪いがそっちが待ちきれない位置で待ってるんでな。 NB の隙は絶対に逃さん。ジャンプもないから回避させたら勝ちだな。距離が足らずにバーストね。やっぱりカズヤに対しては崖外の NB に対していかにリスクつけられるかって感じだな。地上じゃ勝ち目ないから復帰阻止頑張るしかないしね。こいつ姿勢いいな。弱当たらんかった。空下からの弱でのダウン連ね。結構変わった飛び方するから受け身取りにくいみたいなんだよな。地続きのステージでキンクルとかなら受け身取られない限り無限に空下弱のダウン連で跳ね殺せるからな。崖に追い出して棒立ちして NB 誘発。あと隙にくっそ、さすがにそううまくはいかんか。というか NB 来るの分かってるんだったら初めから空前仕掛けに行けばよかったんじゃないの？アホかお前。相手だってバカじゃないんだからさっき NB とがめられてるんだから確実に当たりそうな時しか打たないに決まってるだろ。あ、そうか。だから棒立ちして誘ってたってわけね。というかむしろあそこをガードしてる私は弱者。NB 見てからガード張ってるからそれならジャンプで避ければいい。でそのジャンプのついでに空前仕掛けてれば多分間に合ってた。いやいやいや、後ろでわけわかんないことしてて話入ってこないんだけど。あ、今の横スマか？すごいだろ。あそこで打てるって判断できるってやっぱりすごすぎよ。はっはっは。DA ミスって横スマでてあっただけなんだけどすごいって言って感動してるからそういうことにしとこ。
先行はしてるけど相手も相手だから安心はできないわね。うお、めっちゃ追いかけてくるな。ただカズヤは空中で真下に攻撃できないからこの突きで大丈夫。結構技振ってて怖いわね。小技ならいいがさすがにでかいのが来たらバーストしそうだな。やべ。よかった。もうちょい踏み込まれてたら終わってた。ガンダッシュつかみは行くもんじゃないな。さっきの反省を生かして今度はジャスが、ジャンプ位置に置いて終わりじゃい。落下が早くて追いつかなかったか。っていうか何してんのよ。なんかよくわからんけどサイファーをニキータキャンセルしちまった。どうストックまでになるとちょっと怖いわね。ただ崖に追い出し続ければいくらでもチャンスはある。あ、嘘？それ回避間に合うの？あ、そっか0時状態なら突っ立ってれば。掴んできた瞬間ベク変して崖に落ちればいいじゃん。なんでこれが狙ってできるの？任務完了だ。それじゃあ参戦目行くぜ。お、これは珍しい。リヒターね。確かにめっちゃ珍しいな。リヒターよりも指紋の方が圧倒的に珍しいけど。今の時期のリヒターって何してくるのかしら。そもそもずっとリヒターって何してくるんだろうって感じすごいけど。強攻撃のシフトをマスターしてる人しかいないっていうイメージがめっちゃ強いわ。聖水とクロスがえげつない性能しててウェディはガーキャンに重宝して、ワイヤー復帰だけどスの復帰力がめちゃくちゃ低いってぐらいか。あ、あと下強もあったわね。いやこいつめちゃくちゃ重いな。空前する必要なかったわ。うまいなそれ。ブーメランの戻りでコンボしてくるのはリンクとかでもよく見るわね。お、めっちゃいいタイミングで投げてくるな。受け身失敗したらそのまま聖水食らって横スマエンドってわけか。おっと危ね。え、マジで言ってる？確かに横強のバースト力はかなりのもんだな。立ち回りで使いまくってたわけでもないから OP もそんなに乗ってなかったんだろう。いやそうじゃなくて、さっきの下スマ見てからガードしてる？さすがに見てからは厳しいんじゃないか？でもガードしてないから何か行動を誘ってるのは確かだな。背中向けてるしもしかしたら見てから動いてるだけかもしらん。とんでもない集中力あると今のも見えるのね。はいこれゴミカス手榴弾です。相変わらず自分のプレイに厳しい。スネーク使っててやっちゃいけないことランキングの上位なんだが通った時でかいからついついな。おっと、ガード張れるのか。掴みならでかかったがこれはしょうがない。降りてくるところにもう一発当てたい。崖に追い出したわね。多分ジャンプ上がりかな。移動回避しないと帰れないからこの位置。飛び出したのが早いと思ったらもうすでに復帰ルートが決まってたのね。復帰阻止は待ちましょうって解説出してるんだから行ける時じゃないと即飛び出しはしないからな。この区別がついてなくて突っ込んでいく人が多いのかなっていう印象はちょっとある。あ、惜しい。多分横スマ当たってたら終わってたのに。そのままバーストはしないだろうけど、復帰阻止で十分落とせそうなくらいは飛びそうね。下強で突っかけると暴れたり回避する人めっちゃいるから確定してないけどかなり当たる印象あるな。今回は相手が外ベクしてたから当たらんかったけど。崖に追い込まれてるのに外ベクできるのはすごいわね。崖に追い込まれるとやっぱりその飛び道具はきついな。ってことは聖水来るか？読み通り、これがオンチャレ入賞者の、横スマ確定コンボだ。おっしゃー、見たか？聖水を逆手に取ってやったわ。日増しに気持ち悪さがすごいことになってるんだけど、というわけでオンチャレで入賞できて嬉しい。っていう報告動画でした。この動画はどうだったかな？楽しんでもらえたら幸いです。また次回の動画も楽しみにしてくれる人はチャンネル登録でもして待っててくれだぜ。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。質問箱への質問をお待ちしております。質問じゃなくてもいろんなことどしどしお送りください。こちらはおすすめ動画になりますのでもし時間がありましたらそちらの方も覗いてみてください。また次回の動画も楽しみにしていただける方はチャンネル登録してお待ちください。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。またね。